さんこんにちは。今日もセクシーにセタセイラです。 iPhone の音声です。こちらが今シュア MV88 ビデオキットを接続しての音声です。皆さんこんにちは。今日もセクシーにセタセイラです。本日はですね、すごく珍しくガジェット系のレビューをやっていきたいと思います。というわけでですね、こちらです。シュアの MV88 プラスビデオキットというわけで、 iPhone とかに接続するタイプのマイク、コンデンサーマイクかな。これ今回はビデオキットを買いました。 YouTube とか iPhone とかで結構撮影する人が外付けで接続するマイクで、すごく口コミが良かったので、私もね YouTube の質を少しずつ上げていこうというわけで入手しました。というわけでね、今回こちらのシュア MV88 プラスビデオキットをレビューしていきたいと思います。今ちなみに撮影してるのは iPad です。で、この後 iPhone11 の音と MV88 で撮影した音を比較してご紹介したいと思います。で、私あんまり機械系は結構ド素人なので、スペックなどに関する説明は細かくはできないんですけれども、音声の比較としてご紹介できればなと思います。というわけで、なんかね、開けるとこんなぐるぐるいろいろコードとかマイクとか入ってますね。今回ビデオキットなので三脚もついてましたね。順番にちょっと組み立てていきたいと思います。これがマイク本体ですね。 LR って書いてあります。で、後ろにこんな感じで接続する部分があります。ここに iPhone をやるから、こういう感じですね。それにこういうコードがついているので、コードを接続して、こういう感じで接続したらこういうのが出てきますよね。インストールされてませんって出たので、一応専用アプリがあるっぽい。ただ普通のカメラでもいいっていう風に書いてたんですけど、こういう感じになります。やってみましょうか。で、今のやつまでが iPad で撮った音声です。じゃあここから iPhone で撮ったものに切り替えます。切り替えしたと。続いてこちらが iPhone の音声です。こんにちは、瀬戸セイラです。今日はシュア MV88 ビデオキットをご紹介してます。はい、こちらが今シュア MV88 ビデオキットを接続しての音声です。こんにちは、瀬戸セイラです。こんな感じです。ちょっとカメラ位置の関係で明るさとかが変わってきちゃうんですけれども、変わってますか？これは今 iPhone の既存のカメラモードのビデオで撮影している状態です。じゃあアプリに切り替えます。はい、というわけでこちらが専用のアプリを通して録音しているものです。アプリだと画質とかがどうなんだろう、ちょっとそれも合わせてご紹介していければなと思います。本日は MV88 ビデオキットをご紹介しています。私は普段 iPhone で YouTube の撮影をすることが多いので、 iPhone の撮影周りで周辺機器を集めてより高品質な動画を皆さんにご紹介できたらなと思って、今回こちらを手に入れました。音どうでしょうか？なんか口コミによると ASMR とかもできるっていう風に聞いてます。今 R 側に向かって喋ってみますね。こんにちは、瀬戸セイラです。次 L 側に向かって喋りますね。聞こえてますか？瀬戸セイラです。 R、L、こんな感じです。でも本当になんか iPhone 接続のマイクって結構ピンからキリまであるんだけれども、結構これこう揺れても割とここに書いてある通り広範囲の音を拾ってくれるっていう点でも YouTube 撮影には向いているのかなっていうふうに思いました。皆さんこんにちは。今日もセクシーにセタセイラで、 iPhone の音声です。シュア MV88 ビデオキットを接続しての音声です。専用のアプリを通して録音しているものです。というわけでね、本日は新しいマイクを手に入れたのでご紹介してみました。すごい素人の紹介だから言えることが少ない。こんな感じです。というわけで iPhone の撮影でもうちょっとクオリティを高めたいなと思ってる人はぜひ参考にしてみてください。これからもアラサーの気になる情報をご紹介していきたいと思いますので、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。下にリンク貼ってます。なんかね、意外と Amazon とかで買うとお安めだったかもしれないですね。この商品に関してはビッグカメラさんとかいわゆる大手で買うよりも Amazon とかの方がすごく安く手に入れられたかなと思います。それではバイバーイ。